人気グループなにわ男子がメインパーソナリティ26、27日放送の日本テレビ系24時間テレビ46で藤原丈一郎が参加する企画難病に立ち向かう25歳の女子大学生性を失う前に届けたいメッセージが解禁された。熊本に住む山本環奈さん25、児童養護施設で育った山本さんは高校卒業後筋力が次第に失われていく難病を患い寝たきりの生活を送っている。2020年の熊本豪雨災害の影響で何ヶ月もリハビリができない時期が続き病気は悪化。